正人川は、北海道札幌市南区及び、豊平区を流れる石狩川、水系豊平川支流の河川である。長さ1 3 2トルのうち北海道が管理する一級河川が6 2トル札幌市が管理する巡洋河川の部分が7 0トルである。札幌市南区の上山系ゴルフ場の近く、 厚別川沿いの滝の鈴蘭丘陵公園から見て、北西にある丘陵付近に源を発し北に流れる。上流部は西隣を両線一つを隔てて並ぶマコマ内川と異なり、川沿いに人家は多くない。中流部の右岸が隅川、左岸がマコマ内地区である。北海道道82号、西のマコマ内清田線と交わるあたりから、両岸が平地となり、 市街地に入る。自衛隊前駅の下を潜り、南区隅川一条四丁目で西に、正人川放水路を分ける。放水路は西に分かれ、ミュンヘン大橋の南で豊平川に注ぐ。本流の方はさらに北に流れて、豊平区に入り、右岸が豊平区開きし、左岸が豊平区中の島地区になる。下流部では、正人河畔公園。 豊中公園など川沿いの公園を流れ、幌平橋の北で豊平川に合流する。公園周辺ほか沿線には樹木が多く、断球崖が接する斜面にはわずかに自然林が残されている。下流域では冬になると、付近の住民のための雪捨て場となるが、水量が少ないこともあり流されずに渦も入れてしまう。春、桜の花冬。 雪に埋もれる昌人川沿いには、縄文時代、薩門時代の遺跡があり、古くから先住民が居住していた。1891年観光の長手法成著『北海道江戸ご地名会にある地名、お葬紙が、今の昌人川にあたると推測されている。流域への和人の入植は1871年で、岩手県水卓の出身者を中心とする62個が、 平岸村に入った。平岸村の人々は1873年に洋水堀を作ってこの川から水を村に引いた。明治以前の昭人川は現在の放水路のあたりで豊平川の分流に流れ込んでいた。その分流と豊平川本流に囲まれた地域が現在の中の島地区である。アイネゴ地名の研究者山田秀蔵によれば付近の地名平は アイヌ語のピラケで分流がほじった急な崖を指しているという。また、お葬氏はアイヌ語のお葬で、正人川が崖から滝となって豊平川分流に流れ込む様を表したものである。中流右岸の住川地区はかつてはこの川にちなんで正人川の地名だった。住川は正人川を合唱したもので、1944年にこの地名に変更になった。 昭和初期の築堤工事により、豊平川からの分流は遮断され、分流はそのまま、昭仁川の下流となった。今の放水路は、洪水防止のため昭仁川から直に、豊平川へと水を流し込むべく、1966年から1971年にかけて作られた。現在の中の島は、放水路と昭仁川と豊平川で区切られた地区である。 その後1976年までの工事で、下流は川床と岸の3面をコンクリートで覆われた。また、この時期は生活排水などで川の汚れが進んだ。水質は20世紀末に改善された。北海道は多自然型川作りの2番目の対象に小人川を選び、1992年から再改修を実施した。随所でコンクリート護岸が外され、 住宅地のただ中で自然に親しめる場所になっている。この計画の柱には残されていた下半林の保全があったが、1996年に計画当事者の北海道自身が下半林の一部をマンション開発業者に売却した。住民の反対で札幌市議会が買い戻しを要請したが、道は1ヶ月で交渉を断念し、そのままマンションが建設された。 自衛隊前駅の下を流れる正人川、正人川放水路の橋正人川の滝正人川にはいくつかの滝がある。代表的な滝は国道453号をくぐった先の正人河畔公園内にある落差2メートルほどの滝で、付近の住民は正人川の滝と呼ぶ。天神山自動海岸付近にはとても小さな滝がある。この滝は、 川の中ほどまで行かないと見ることができない。ありがとうございます。